1分でわかるキーファ・オルゴデミーラ説。キーファ・オルゴデミーラ説はドラクエ7のキーファが、ラスボスのオルゴデミーラと同一なのではないかという説。根拠としては、容姿がどことなく似ていること、ラストダンジョンにある使い道のないラーの鏡、人間が魔物になれる世界観であること、エンディングでの唐突なキーファからの手紙、そして最大の根拠となるのが、ドラクエ7のサブタイトルがエデンの戦士たちで、旧約聖書をモチーフにしており、ゲーム開始時の敵のいない平和な島エスタード島を、旧約聖書のエデンの園と考えた時に、世界の真実を探すために立ち入りを禁止された遺跡に、主人公とマリベルを導くキーファが、アダムとイブに知恵の木の実である禁断の果実を食べるようにそそのかした蛇と同一視できること。また、その蛇は打点しルシファーとされており、ルシファーは傲慢を司る神で傲慢はラテン語で、オルゴであること。ルシファーの妻のリリスは、夜を意味するライラーと結びつけられることがあり、キーファの妻がライラであること、マリベルがパッケージでリンゴを食べていて、イブの示唆と考えられること、オルゴデミーラは蛇の外見をしていること、などが挙げられる。ちなみに、ドラクエ7のキャッチコピーは、人は、誰かになれる。である、この説が本当だったなら、今のドラクエ7の評価よりも、高い評価になっていた可能性がある。